しなきゃと思って。そんな、いいのに。高木さんだって2月14日にくれたし、俺も3月14日中に。でも落としちゃってごめん、お返しできない。お返しならもらったよ。西方の気持ち受け取ったから。ありがとう。花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩して、いろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。